どうもこんにちは。今日ですね、ちょっとご飯食べようかなと、思っておりまして、まあ普通にこう単純にご飯食うのじゃなくて、もうどうせなんでね、自分が投稿した動画1本目からちょっと見ていこうかなと思います。で、今日ですね、まあ僕ね、まあ原口もですけど、よくね、スーパーの半額のね、弁当とかを買いに行くんですけど、今日食べる弁当はこちら。これね、秋の味覚弁当、きのこご飯と焼き野菜の栄養バランス弁当ということで、ちょっとこれはね、食べていこうかなと思います。で、これがね、498円から半額ということでね、最高でしょ。で、これにプラスアルファで、これうなぎね、うなぎ乗っけちゃおうと思って、うなぎ398円から半額で、これ半額じゃないんですけど、シーザーサラダね、まあ、これも食べようかなという感じに思っております。まず温めよう。温めるぞ。お茶もね、このまま飲みたいけども、まあ、一応、まあ、まあセッティングしてね、で飲もうかなと。で、これちょっとまあ一番最初投稿したのが2019年5月の6日で、ジョーダン4のブレッドなんですけど、これね、14分あるんですよね。長い。14分も自分の動画見れないな。ちょっとまあ温まるまでね、待とうかなと。温めてきました。これをよし、湯気がすごい熱い。うなぎも温めてきました。じゃあ揃ったんで食べたいと思います。いただきます。じゃあ再生します。懐かしいな。どうも、コンノと申します。お願いします。控えめ、ヤージョーダン4のね、ブレッドが発売するということで、ちょっとこれからね、ナイキ原宿とかアトモスとか T20 ももしかしたらね、行くかもしれないですけど、ちょっととりあえず、購入できればと思います。数あるって聞いてるんで、多分購入はできると思います。とりあえずね、明治神宮原宿あたりの方に行ってみたいと思います。あ、原口か。逆の方がいいか。確かにね、この時は、ね、原口すごい出るの嫌がってたんで。あ、パリサンジェルマンの感じです。8時50分から9時かな、確か。この近辺で、俺はユニオンジョーダンのシャツ着てます、ね、でもなんかあれだったな、ナイキ原宿が25から30まで各 0.5 刻みであったね。いつも29のあと30で飛んじゃうけど、29.5 もあったんだ。結構29もあるけど、ないけど、なんかグレートなんかあんの。映ったかな、グレート。映ってないかも。この時確かグレート、順位長のグレートなんかあったっけ。来てた、来てた。でもなんかなかなか並んでて、9時半ぐらいなんだろうな。山男もういいだろ。めちゃめちゃ中国人が映ってる。大丈夫。大量のキャパが映ってますね。当たると思う。まあ、でもインフルエンザもこの感じで舐めてて前買えなかったから。もう入ってこないわ話が。いない、ね、キャパがめちゃくちゃ映ってる。マジで30人ぐらいしかいないな。何とも言えないですか。変な配慮してますね。ニトロ入ってる人いる。ゴローズの列となんか一緒なっていうか分かりにくいな。でも原口が映して押してないから俺一人で映ってるっていう状態ですね。その先頭の人たちは入ってないから違うかも。いやでも50人ぐらいいるよ、ほら後ろいるじゃん意外に。
続いて弁当ね。ちょっと時間あるんで、近所の、ね、抽選まで東京23右行ってちょっと様子伺いたいと思います。何十顔してんだよ。全然いない気がするな。俺が痩せてるとかじゃなくて腹口がめちゃくちゃ太ってる。30人ぐらい、いや痩せてはいるんだけど実際で、これをもう乗せちゃうと。で、最高のね、贅沢なご飯にしていこうと。マジで。あ、もう整理券変わってるわ。うまー。ちょっとやっぱり一旦アトモス並んで、アトモスの抽選終わったら東京23行ってみますね。原口、はい、すっごい隠れるじゃん原口。モザイクがないので配慮ゼロですね。28番、うん、原口18番、俺が28番ね、うん、28なんですけど、ちょっと風景撮りたいんで東京23行ってきます。うんうんうん、もうだからここの時点でブルーはもうほぼ確定してるっていう状態ね。で、T23 も一応右に行くと。早っ早っ、めちゃめちゃ手抜きじゃん。今回無事購入することができました。はい、おめでとうございます。ということですね、まあ収録しか紹介したいと思うんですけど、まあ普通にジョーダン4を持ってる人、まあレトロにしても OG にしても関わらずね、知ってるブルースリーの人形ね、今しまっちゃったな。次にジャンプマンロゴが入ってるブラックボックスと、うん、下がセメント柄のボックスになっております。あ、今と棚のラインナップ微妙に違いますね。今回購入させていただきました。以上ですね、うん、まあ僕はジョーダン4全部 27.5 で揃えてるんで、おいしい、これ以外まあいらないかなっていう感じだったんですけど、一応店舗では28番で入店できて、これがラストの一足っていうね、ギリギリ購入できた感じになります。やっぱね、もう覚えてないから、こうやって振り返れると、あ、そうだったんだってなるんですよ。画面越しでかっこいいもん、うん、非常にいいですね。ジョーダン4はね、なんでかっこいいんでそんな人気ねんだろうな。あんまり人気がないんですよ、ね。今でもプレってるらしいですよね。発売した当時とかも人気なかったらしいですからね、ジョーダン4は。ジョーダン4って人気ないのよ、毎回。スリーも。こんなディティールね、簡単に紹介したいと思うんですけど。てか、1以外基本人気ないけど。これが1989年にも付いたキーホルダーと同じものが付いてる。あれ、なんか、昔のすっげえボロボロのキーホルダーも実はあるんですけど、どっか行っちゃったんだよ。いつもね、本当はこの動画でね、見せようと思ったんだけど、なんか見つかんなくて。ね、っていう。書いたキーホルダーが、まあ、あれがあったとかついてくるんですけど、そうそうそう、こういう感じの方がたくましく、これなんだ、牡蠣かな、すごいペラペラです、うん、もっと飾りみたいな牡蠣だ、うまで、一応まあ黒タグね、まあ黒タグもね、綺麗なやつがついてきて小さいラッキーですね。で、まあここについてる、まあ、今回のそのシューレース自体はまあブラックのシューレースになってて、まあ回避も自体はないので元気ないな、ね、元気ないわ。であと、まあ素材も、ね、慣れてないな、ディティールのちょっと話したいと思うんですけど、一応ね、こう全体的なこうアッパーがね、これはデバッグ素材か、あの高級な、まあ、レザーですね。で一応デバッグ素材が使われてるスニーカーで、他で言うとなんだ、2月に出た、ジョーダン6のインフラレッドとか、うん、あとは、まあ、気持ち違うけど、トラビスのジョーダン4とか、うん、もう一応ネバックになってます、うん、だからまあ持ってる人はそれイメージしてもらうとね、よく知ってますね、感じです。で一応あとここのね、こういうキルティングの奥にメッシュがあってね、この奥分かりにくいけど、この奥に今メッシュがあって、こことか、ね、あって、ちょっとこれすげえ邪魔くせえな、もう一個のこれね、こっちがこの こっちの方で見るかな、ここのキルティングの奥にメッシュがあって、で、一応もうここら辺ね、グレーとかこの辺ブラックなね、プラスチックパーツ、まあ、プラパーツって呼ばれてるものが、使われてるものになります。でライニングがまあグレーのものね、でインソールがまあナイキやっていう風に書いた赤いやつで、これがねなんかね、さっきちょっとそうそうそう、これナイキエアっていう風に書いてるインソールなんですけど、あのオリジナルはね僕持ってないんでちょっと知らないんですけど、このインソールの裏はねこういう白いねペラッなんかスベスベしたやつなんですよ。まあどうせ同じでしょう。レトロとかだと結構ねなんかスポンジ型の、これちょっと全然違う冗談方なんですけど、モータースポーツか、いや絶対違うっていうやつなんですけど、これのインソールは
褒めま。こういうね、スポンジ型のものなんですよ。これ表で裏がね。すいません。で、基本的には大体こんな感じなんですよ。なんですけど、OG の裏がこれっていうね、すべすべの、なんかこっちの方が全然いいじゃんっていう感じの、すげえ高級な感じがするインソールになってます。それとね、まあ、買ってきてね、いきなりこんなこと言うのもあれなんですけど、まあ、買ってきて最初だからこそちょっとまあ言いたいのが、やっぱりこうヌバック素材って結構汚れが目立ったりとか、うん、それかちょっと耐性がね、なくてすごい弱いんですよ。なんで、まあ、水もダメだし、まあ、結構汚れるし、あとなんだろう、まあ、結構削れたりとかね、しやすくて、こう黒だとね、白い線が入っちゃうとかしやすいんで、ね、結構ね、防水スプレーとか結構しっかりめに振って、入ってもらえたらいいかなとは思うんですが、くね、あとね、この部分なんといっても、このグラックとかのね、グレーのプラパーツ、ここら辺はもう数年後割れてしまうので、あの、お亡くなりになるので、ここら辺あんまりね、ガチャガチャしないように、入ってもらえればいいんじゃないかなと思います。とまあ、シューターの部分ですね。シューターの部分は、フライトという風に入った文字にジャンプマンのロゴ、まあ、あの箱と同じですね。箱のこれと同じか、これが普通に入ってます。で、まあ、一応ジョーダンっぽい唯一なのかな、これは。で、あと裏面が、ここエアジョーダンという風に書いた、文字が逆さまに入ってます。で、一応やっぱりなんといってもね、このねセクシーなお尻なんですけど、ここがね、なんといってもみんなが欲しがるね、うん、ナイキエアっていう風に書いたものが配置されてるもの、まあ、で一応レトロになるとこうやってね、うん、ジャンプマンが入っちゃうんですけど、みんなねやっぱこっちがいいんですよね。で、一応裏面のね、まあ、ものによるソールの部分もこうやってナイキ と、ジャンプマンのロゴっていう差があります。モータースポーツは汚いやな、ちょっとごめんなさいね。一応ね、モータースポーツは全然話変わるんですけど、モータースポーツアウェイって持ってる人います？全然売れなかったんですよ、うん、もうこんなん言ったらこっちがブレットなんだからロイヤルでいいのに、モータースポーツアウェイ、いやモータースポーツアウェイって何っていう謎すぎるねネーミングつけられちゃってて、もうロイヤルでいいじゃんっていう感じなんですけど、これもね全然売れなかった。よかったらちょっとアウトレットとかたまにあるんで探してみてください。まあ、今回の AJ4 に関してはこれが復刻が4回目になるようで、1989年に一番最初、オリジナルが出てて、その後10周年記念として1999年にもう一回 OG が販売してます。で、あと2008年と2012年にここがのジャンプマンロゴになってね、出ました、ごちそうさまです。レトロとして復刻をしてます。なので計過去3回復刻があって、今回4回目の復刻ということで、一応99年の OG から、今回新しく OG として復刻するのが20年ぶりっていうことなんで、絶対買いでしょこんなんって思うんですけど、あんま売れなかったっていうね、謎すぎる。まあ、あとそれとね、あの全然関係ないんですけど、当時は1989年の、オリジナルに関しては1万5800円とかで販売されてたのに、今なんで2万3760円なんだっていうね、美味しかった、高すぎるだろうっていう、ちょっとそういう部分もね、まあ、あるんですけど、まあ、買っちゃうっていうのがね、まあ、辛いところですね。まあ、一応あの店舗の販売はね5月4日ではあったんですけど、一応ナイキから出てるあのスニーカーズっていうアプリからはもう実は2回ゲリラで出てて、1回目が4月の20日土曜日の12時頃にジャストドロップだっていう風にゲリラで販売されたのと、2回目の4月26日に出てたゲリラに関してはたまたまね、あのスニーカーズアプリ開いたら隠れた魅力っていうものが更新されて、でその瞬間ね、あっ、そう、最近買ったねコンビニのお菓子、パッて覗いてこれピューマンダムホワイトってやつ、これすごい美味しい、美味しいし、あとこれ、これピルグミの中で一番うまいっすわ、多分あの出た中で歴史上一番うまいっす、きっと。はいはいはい、俺ら来たでしょみたいな、めっちゃドキドキしてこの時で、かっこいい AJ4 のね PV みたいなのがこう流れるんですよ。あ、絶対わし並び行こうって、あ、これここで帰るわ、最高って思ってて、パーって見てたら、あ、かもしい、買えないんかい、買えないって何これ。並びの時の状況なんですけど、朝、8時から9時までナイキ原宿で抽選受付をしてて、でそれを済ませて、9時半まで集合のアトモスブルーに、ドレスコードね、で行って、ちょっとお買い物が悪かったら、T23 にジョーダン4っていうドレスコードで、行こうっていうふうに思ってたんですけど、朝7時半の段階で、知り合いから連絡が来て、ナイキ原宿今7時半の中で150人ぐらいしかいなくて、足数今日590足あるらしいよっていうふうに聞いたんで、全く必要なくなってしまったというところであるんですけど、一応念のため、ね、まあ、持ってって、一応まあアトモスで購入はしてるんですが、ナイキ原宿ももちろん当選はしてました。で一応ナイキ原宿結局590人来なかったっぽくて、なんだかんだ通常販売になってしまったそうです。で一応その当日そのまあ状況としては、普通にT23 でも余ってましたし、ABC の、ABC マットのグランドステージでも、今まあ、26とか27センチとかゴールデンサイズが余ってたりとかしました。
といろんな種類を付け替えてみて、まあ、僕がいいなと思うやつをちょっといろいろ紹介したいなと思います。今とね、マジで5キロぐらい違うかもしれないな。いや、わかんないけど。あ、キックス6の字。この時はね、まだ編集のね、そのやり方あんま分かってなくて、文字の変え方とかあんま分かってなかったから、なんか結構デフォの字体よく使っちゃってて、まあ、その名残今もあるんですけど、あんま分かってなかったんだよな、これ。懐かしい。で、キックスロックが唯一出てくるっていうね。唯一キックスロックが出てくるっていうね。あったなぁ。で、今、キックスシックス。なんか、どっかの回かなんかでね、K じゃなくて H にしちゃって、ヒックスシックスにしちゃったことあったな。懐かしい。オレンジいいじゃん。オレンジいいですね。はい、ということで、いろんなシューレースちょっと見せてみたバリエーション少な、もっとやるよ。オレンジ色のね、シューレースにするだけで全然雰囲気も違うスニーカーになるし、なかなか紐通すのしんどくて、ね、やっぱ楽しみ方っていうのがやっぱスニーカーの醍醐味だと思うんで、皆さんもちょっといろんなシューレースとかね、考えてみて、自分なりの AJ4 のブレッドをちょっと作ってみてもらえればなと思います。ということでですね、本日エアジョーダン4ブレッドの、並びのレポート、スニーカーの紹介動画になりました。ご視聴ありがとうございました。おという感じのね、動画でございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。